か、いらっしゃい。いらっしゃい。ませ。いらっしゃいませ。え、聞こえてますか？あ、音鳴った、大丈夫だ。痛くないじゃないわ。どうぞ。ひろやんさん、いらっしゃい。じゃあちょっと続きをやっていこう。そう、クリアしたから、あのビジョンって薬、やり込みを、成分は変ルーだという証拠じゃない？なんかね、エロいのも出るらしくて、あのエロシナリオに行くためには、なんか何個か、何、ストーリーをクリアしないといけないんだって。いや、だからそれやってみようかなと思って。12個目さん、いらっしゃい。コッシー頑張ってたよ。喘ぎません。アスカの知り合いという医師が言った。あ、ここでもやったよね。ヘンルーダは万病に効くとされ、紀元前から使われているらしい。来た、チンケイ。チンケイって出てきたよ。最近ではヘンルーダを原料としたサプリメントがコンビニで売っているよ。サプリメントコンビニで売ってるんだって。じゃあ危険な成分とかはないんですか？フロクマリンという光増加作用を持つ成分が含まれている。それじゃあビジョンを飲んで幻覚を見るようなことはありえないね。そうなんですか。うん、疲れてる。あと、この薬の名前も分かった。疲れてる。ビジョンというのは誰かが遊びでつけたんじゃないかな。カフェインはダメだよ。この後ちょっとだけ寝るから。この薬はね、今引き糖というんだ。香りが部屋に飾っていた花、あの今引き草と何か関係があるのだろうか。僕とアスカが顔を見合わせていると、医師はさらに説明を続けた。今引き草の糖とはユッと書くらしい。ユとは、何これ、先薬のことだ。今引き糖はヘンルーダを煎じて作るのだが、その製法は江戸時代からあったらしい。これが錠剤形式になって復刻したのは戦後すぐのことだった。終戦直後は人々の心が荒んでいたために、不安感や絶望感などを癒す薬が必要とされていたからだ。だけどね、その製薬会社は特に、あ、すさんでだ。でも友達はネットで買ったって。そこまで話すと一瞬首をかしげた。僕の言葉にさらに医師はうなる。医師にとっては今引き糖が
市場に出回っていることが幻覚よりも不思議で、そうそう、なんかね、割となんか簡単な漢字が読めない。だったらどうして幻覚を見てしまうんだ。研究室で話を聞き終えても僕たち。気分は晴れなかった。いらっしゃい。自分の予想が外れたことでアスカは困惑しているようだった。ビジョン、いや、今引き島についてはもう少し調べる必要がある。僕は別の角度から調べてみる。何か分かったら連絡するよ。僕はマナミに成分の分析結果を伝えることにした。あ、ここは読んだね。ビジョンの成分は俺のせいじゃないみたいなこと言ってるんだよね。そんなのもうどうだっていいよ。見てくれよ。汚い。でもこれ多分だけど、普通の写真にパソコンで色付けしただけだよね。実際になんか汚いわけじゃなさそう。このまま真っ黒になるとマサトみたいに死ぬんだよ。そんなこと冗談でも言うなよ。皆さんいらっしゃい。だけどおかしいと思う。だって全然放送してないもん。ちょっと忙しくて。爪の色が変わったり幻覚を見るようになったのはビジョンの何だから、ね、あくびが止まらない。ビジョンに問題はない。でもビジョンが全ての引き金になってる。めちゃめちゃ眠いね。なんとなく。いいじゃん、ちょっとぐらい喋ろうよ。ねえ。ねえ、ちょっとぐらい喋ろうぜ。具がパンパンって何？ビジョンの正式名は今引き島だったはずだ。よし、今引き島で調べてみよう。なんか声変じゃない？はぁ、副作用について何か分かること。作られた石、副作用で聞こう。太陽光を浴びると皮膚に炎症を起こすらしいが、薬の過剰摂取によってそんな体質になってしまうというのも怖い。太陽の元に出られなくなってしまうだろう。僕は思わずドラキュラを連想してしまった。あ、いらっしゃい皆さん。珍しい作用なので、ここからたどれば何か他のことがわかるだろうか。しかししばらく探してみたが、結局大した情報はなかった。僕は方針を変えた。下半身が充実してるってどういうことですか？戦後の新聞記事を片っ端から見てみると、求めているものが見つかった。
今引き刀を製造販売していたのは森屋堂という製薬会社なのだ。これ読んだ。長いなぁ、長いなぁ。早くグッドエンディング見たいなぁ。俺が見たのはビジョンを調べてもらったが、幻覚を見ることはない。ああ、間違いない。してないよ。あとビジョンの正式な名前は今引き刀というの。原料のヘンルーダは一部では今引き層と呼ばれているらしい。今引き層ってそんな場違いな。目立つの嫌だよ。これを見ると今引き刀、つまりビジョンはアミってのが開発した薬らしい。よくわからないけど、マサト君たちが見たの、うん、ゴミのように死んでいって。いい加減にしろ。うわーみたいな。やめろー。ぶわー。あの屋敷だ。こんなの見間違えるわけがない。なんなのよ、これ。俺たちがアミを殺したわけじゃない。なんで呪われなきゃいけないんだ。大丈夫、香織。呪われなきゃいけないんだ、うん、ちょっとめまいがしただけ。俺が車で送ろう。なんか3人か4人が病院に行こう。コメントしてくれただけでなんか27位になったんだけど。香織、どうしたの。今日空いてるのかな。そう、ニコ生が。何してたんだろう。そらそうだよね、こんな夜中に。おちひめさん、いらっしゃい。いや、気にしてないよ。全然。なんかそういうの気にし始めたら面白くなくなるでしょ。やめろ。なんだろう、結構どうでもいいんですね。だってそのなんか定義が意味わかんないし。やっと飲んでもらえた。これ前回と一緒だね。よかった、ずっと飲んでほしかったの。ずっと飲んでほしかったの。なんだこれ、爆発するね。ふざけんな、何考えてんだ。だって今回もこの人たち死ぬね。全然食べてくれないじゃない。もうもともとそういう内容なんじゃないの。すごく不安だったの、わかる。すごく不安だったの。でもこれで一緒。死ぬまで一緒。でもこれで一緒。ヘヘ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 アホか、思うわ。繋がらないって、ここら辺初めてだね。電波の表示が消えて圏外になっている。なんでこんなことに。携帯をあちこちに向けて電波が入る方向を探す。あ、いらっしゃい。
一度上に戻った方がいいかもしれない。そう思ってアスカに声をかけようと振り向いた。爆発するんでしょ。前回と一緒だわ。なんかちょっとしたムービーがあるからいいよね。若干グロいよね。けど俺やだ。若干グロいよね。またゴミのように死んでいく人たちが、人々がゴミのようだ。人がゴミのようだ。なんか結局なんか同じだね。うん、ピンクって出るらしいけど、なんかね、シナリオを、なんかクリア。ちゃんとエンディングまで、ちゃんとたどり着いて、少しやり込んだら出るらしい。わぁ、また香りの声だ。ヒロキ、ね、あの事故現場で倒れちゃったのよ。こいつも死ぬんだよね。近くにいた人にお願いしてここまで連れてきてもらったの。ヒロキは疲れてるんだよ。でも脇の匂いフェチとかっていう人いるのかな。若干気持ち悪いね。よし、じゃあどれにしよっかな。誰も救えなかった自分は、なんて役立たずなんだ。もうじき目が覚めて、すべて夢だったらいいのに。なんかアンケート取るのめんどくさいから、もうこっちにしちゃうね。結局多分シナリオ自体これ一緒っぽいから、私ね、今のところ。ヒロキに早く元気になってもらいたいんだ。何やってるんだ。あ、やっぱり一緒だ。元気になるにはこれがぴったりだと思うの。それってまさか。いや、違う違う違う、なんか物語が別になったらアンケート取るけど、これを入れないとダメなんだな。一緒なんだもん。だってし、ここら辺は、うわーキモいよねこれマジで。自分の皮膚入れてるんだよコップに。キモい。お茶のペットボトルには注射器で入れておいたの。私じゃ断られるでしょ。だからマサト君に頼んだの。なんかでもこの香りの声優さんって、合鍵の場所知ってたんだもん。なんかみんな好きそうじゃない。に、あの何、ニコ生の人が口にすると思ってた。がなんか好きそうな。そうしたら一発で当たっちゃった。私運がいいのね。声じゃない。スープだってバカバカしいくらいよ。わからなかった？どうなん？私、香りと、わしどっちがいい？香りとわしどっちがいい？これ。私、トッシーのどの声よりがいい？はぁ、あ。しばき揚げだわ。ビジョンって男と女じゃ効果が違うよね。黙れ。黒い女を見る代わりに好きな人にビジョンを飲ませたくなるみたい。みんな黙れ。ボケが。そのせいで僕は巻き込まれたんだぞ。無理しない無理しない。これね。無理しない無理しない。かなり威力あるんだから。いらっしゃいませ。あんまりヒロキが騒いでたから使っちゃったの。私今すごく幸せなの。あ、そうなの。それが香りなの。すっご
嬉しいの。すごく嬉しいの。どうしたんだよ。キモい。やめろ、やめてくれ。これ飲まされちゃったのかな。あ、うっす、いらっしゃいませ。ザマーラは、ザマーラは香り、燃えろ燃えろ、はっはっは。あ、眠い。あー眠い。ずっとじゃないわ。ねえ、絶叫しすぎてて。絶対なんか親とかが見に来るよね。めなみー、ひろきくん。めなみー。まなみ出てきたね。どうして言わなかったんだよ。入って。入ってじゃねえ。香りは大丈夫だった。これ実家なんでしょ、これ。もう僕たちだけだ。香りのレストランだろ。え、なにみんなって。え、でもあれなんでしょう、この前迷惑をかけるかなと思って、それでアンケート取っちゃった時はなんか B カップが好きっていう人が 50% ぐらいいたよ。どうなん、そこのとこ。思考の快楽を売る香りってことか。そこのとこどうなん。うん、なんとなく。あの言葉の中に大壺って出てきたろ。アミの死亡記事が載っていた新聞にその大壺らしい釜が映ってたんだ。いや、私言っとくけどね。もしかしたら今も大壺はあの屋敷で釜として使われているんですか。私のイメージね、多分くず、あの屋敷に行ってみる。みんなね、多分ね。私のイメージ崩れると思うけど、言っていい、言っていいかな。何言ってる。言っていいかな。私言っとくけど、 D 以上ありますけど、言っとくけど D 以上ありますけど、なんか文句あるかな。一つじゃないわ。はぁ、ダウトじゃありません。ま、 A で行こう。 A でこれ。そんな危険なところに連れて行くわけないよ。マナミを連れて行くつもりはない。ここら辺変わるかもしれないから読もうか。135コメサイラさん。ハリセンボンじゃない。あのアミが死んだ屋敷なのだ。何が起こるかわからない。僕が何度そう言っても、マナミは納得しようとはしなかった。寝言じゃねえよ。ここで待ってても一緒だから。その一点張りで僕は結局、ほんま、結局ついてくるんか。わかったよ。一緒に行こう。何が起きても。なんで結局じゃないですか、これ。これ、枯れてるかな？疲れてるのは確かだけど。皆さんいらっしゃい。30分枠はもうね、名前を呼ばないでいいかなと思って。入人お化け、あ、5メートルあるわ。アミが今に人を復活させたのは、
員していなかった夫のためだ。ベリさんいらっしゃい。めんどくさいから、もう、5メートルでいいよ、5メートルで。なんでそこまで知ってるの？なんかもうこっちが真面目に、真面目に受け答えをすると、真面目に受け答えをするとすごい疲れるから、なんかどう、なんていうの。結構その、それでもアミなんだろう。めんどくさそうな内容だったら、適当でいいや、みたいな。今引き層の別名って知ってる？回転のハーブじゃなかったっけ？そう。でも実は神の恵みのハーブと呼び認めるじゃないよ。わしだって、本当だもん。モリア堂の創業者が残した文化。一回写真見せたことあるでしょ。一回じゃないか。サブコミで、わし、写真公開、何回かしてるけど、きっと、知ってる人は知ってるでしょ、わしの、なんていうの、全体像。兄は自分の足を鎖で繋いで、調合室にこもりきりになった。マナミ。知ってる人は知ってるよね、わしの全体像。ねえ、嫌だよ。はい、これ。ね、いるんじゃない。オーロ写真の時見たのかよ。見るなよ。急ぎましょう。見るなよ、人のお風呂写真。消したんだから。もうあれはちょっとね、騙されたんだよ。騙されて、お風呂写真を出してしまったんだよ。よいしょ。まあ、やっと氷室亭じゃなかった。なんだっけこれ。何のお屋敷だっけ。まなみじゃなくて、アミのお家。脇毛は2メートルぐらいかな。ひろきくん、わし言っとくけど脇毛ないからね。だから何回も話してるけど、脇毛が生えない家系なんだって。何回言ったらわかるんだよ。産毛ぐらいしかないって。すみません。誰もいないんですか？すごい楽だよ。落ち着いて。普通の子たちに。ねえ、普通の人たちに比べたら。お姉ちゃんは、そうだね。全体的に薄いかもしれない。父方は生えてる。母方は生えてない。どこから調べようか。一番奥まで行ってみましょう。で、お姉ちゃんは、生えてるの。お姉ちゃんは、だからお父さんに似たけど、何の音？私は、雨？お母さんに似たんじゃない？体質は。さっきまで月明かりが出ていたの。行き止まりだ。ここから調べてみる？